これって…久々にゆっくり散歩できてる。気持ちいいな。お、カゲからだ。泊まり込みになりそうだ。俺の部屋から着替えを持ってきてほしい。前日。あー、マジかよ。明日一日埋まっちまった。ん？何かあったの？前にゲーム開発してる依頼人からデバッグ作業頼まれただろ。影が担当してた依頼だっけ？そうそう、なんかまたエラーが見つかったんだってよ。だからデバッグもやり直しだわ。ほほー、それは大変じゃな。何ニヤニヤしてんだ？別になんでもないぞ。影千代、頼んだ。おー、任せろ。一日じゃ終わらなそうってことかな。大変そう。わかった。鍵はどうすればいいかなと。部屋の鉵は玄関の植木鉢の下に隠してある？影、不用心すぎるでしょ。あった。でも影いないのに部屋に入るのってなんか緊張するな。お邪魔します。ちょっとドキドキする。あんまりあちこち見ないで着替えだけ取って早く帰ろっと。確か服はこの部屋にあるんだよね。失礼しまー。何これ？私部屋間違えた？ここ影の部屋で合ってるよね？え、今の何？幻？幻覚？うん、そうだよね。きっと見間違いだよ。落ち着いて、深呼吸でよ。私はあ、よし、気を取り直してもう一度。ああ、幻覚じゃない。女の子もののパジャマと布団が2組。昨日女の子が影の部屋に泊まりに来たってこと？なんで？依頼の関係で誰か泊めたのかな。でも女の子なら私の部屋に泊めるよね。あ、もしかしてあの可愛いパジャマ影の趣味とか？うんうん、きっとそうだよ。いや、いくらなんでもそれはないでしょ。状況がわからなすぎて頭がクラクラしてきた。とりあえず水でも飲んで落ち着こう。え、何このメルヘンチックなグラス。こんなの影が使うわけないし、やっぱり女の子のだよね。ああ、でも依頼人からのお礼とかかもしれないし。ん？何の音？なんだ、洗濯機の音か。え、これって歯ブラシが2本。それにヘアブラシまで。影はこんなの使わないだろうし。長い髪の毛もついてる。ヘアアイロンまで。これ完璧に女の子と同棲してるじゃん。あ、私なんでこんなモヤモヤしてるんだろう。っていうか、一緒に住んでる子がいるなら私じゃなくてその子に頼めばいいのに。何度見ても生々しい現実って感じ。ここで昨日、影と女の子が…あ、誰か来た。まさか同棲相手じゃ…ヒサ、ここで何してんだ。影？うわ、なんだよこの部屋。なんでこんなもん放ってあんだ。しらばっくれないでよ。あ？別に女の子と同棲しててもいいけどさ、一言ぐらい言ってくれてもよかったんじゃない。は？同棲？何の話だよ。そう、認めるつもりないんだね。でも私、歯ブラシもヘアアイロンも見ちゃったから。はあ、なんだよこれ。俺こんなの知らねえぞ。そういうのもういいよ。ヒサ、マジなんだって。俺にそんなことできると思うか。こっちは女子とろくに話せねえ陰キャだぞ。確かに一瞬で納得されると複雑だな。おい、じゃあ影が依頼でいない間に誰かが置いていったってこと？わけわかんねえけど、そういうことだろう。影のストーカーとかも。君が悪いぜ。誰のかわかんねえパジャマとか片付けたくねえ。この歯ブラシとかヘアブラシで犯人がわかるといいけど。そういえばさっき乗ってたよね。服干しといてあげよう。手帳？これもストーカーの人が置いていったのかな。え、影の写真？これ、カレコレ屋のソファーだ。こんな写真、ストーカーが撮れるわけない。ねえ、か…え？女の子の下着。やっぱりストーカーが置いていったなんておかしい。影、嘘ついてるんだ。
いさ、そっちの歯ブラシこの袋に。私帰る。は？いきなりどうしたんだよ。こんな場所にいたくない。なんでまた怒ってるんだよ。影が嘘ついてまで女の子と一緒に暮らしてるの隠すからでしょ。はあ？さっきストーカーかなんかの仕業だって結論ついただろ。じゃあこの写真何？あ？んだこれ。寝顔の写真、手帳に大切にしまわれてたよ。よかったね。待て待て、本当に知らねえって。なんで嘘ついてまで隠すの？別に認めればいいじゃん。嘘なんかついてねえんだよ。っていうかそもそも着替えなら私じゃなくて一緒に暮らしてる子に頼めばよかったじゃん。何の話してんだよそれ。ごまかさないでよ。日頃から影ってすごくだらしないし、いい加減だもんね。そういうとこ直した方がいいよ。ああ、今関係ないだろ。そういう人はギャーギャー口うるさいの直せよ。何よ。何なんだよ。二人とも、もうやめてくれ。こら、シディ、勝手に出るな。シディ？ボデスさんも？お前らなんで俺ん家の押し入れにいるんだよ。実は影千代の部屋に細工したのは俺なんだ。え？シディ、どういうこと？わかるようにちゃんと説明しろ。もちろんだ。この間俺とボティスでカレコレ屋にいた時のことなんだが。依頼内容は何だ？自分カップル YouTuber でして、今度相方の女の子に同性ドッキリを仕掛けようと思ってるんです。うん？同性ドッキリ？部屋に女の子もののアイテムを置いて、実は他の子と浮気してました的なやつです。結構再生数稼げるみたいで。浮気はダメだ、女の子が悲しむ。だからドッキリと言うておるじゃろう。実際に浮気をするわけではない。そうなのか。それで俺、人を騙すのってあんま得意じゃなくて、俺だけじゃうまくいくか不安なので協力してほしいんです。そもそもなぜわざわざ騙すようなことをするんだ。よくないと思うぞ。いや、あのドッキリなんですって。なかなか面白そうじゃな。この依頼受けるぞ。何？俺は嫌だぞ。わからんやつじゃの。パートナーからの愛情確認も若者には大事なんじゃ。愛が深まるというやつじゃな。そしてそんな姿に視聴者も喜ぶ。つまり一石二鳥なんじゃ。そういうものなのか。では受けていただけるんですね。うん、感謝するのじゃ。ほれシリー、早速手伝うぞ。そういうことなら協力しよう。そうだ、 YouTube の企画なら影千代が詳しいし、協力してもらうのはどうだ。ふむ、うん、影雄か。そうじゃ、影雄と久子へ仕掛ければ不安をあることができるかもしれんの。ではその影千代さんと一緒にお願いします。いや、その企画がどうなるかまずは実験をするのが大事じゃ。こちらが手配した男女にそのドッキリを仕掛けてみよう。なるほど、わかりました。それでうまくいきそうなら改めて協力を依頼するということですかね。うむ。待てボティス、その男女というのはもしかして影千代とヒサメか。そうじゃ、このドッキリは相手との関係をより深めることができる。あいつらがもっと仲良くなるぞ。なるほど、そういうことなら俺も頑張ろう。頼んだぞ。ではドッキリ用に用意していたこのアイテムを使ってください。任せておけ。ねえみえ、今日は朝から一日中デバッグ作業で缶詰だ。休憩時間中のお菓子と漫画と。今じゃ、スマホを盗んで外へ急ぐのじゃ。うん。ここまで来れば大丈夫じゃろう。すまない影千代、後で必ず返すからな。早速ひさこにメッセージを送るのじゃ。なんて打てばいいんだ。そうじゃな、泊まり込みになりそうだ。俺の部屋から着替えを持ってきてほしいみたいな感じかの。わかった。よしよし、ひさこから返事が来たら返しつつ影雄の家に向かうぞ。次は何をするんだ。決まっておろう。部屋に女物のアイテムを置くんじゃ。というわけじゃ。影はオーナーに行って合鍵を借りてな。ち、途中までわしの考えた段取りで完璧じゃったのに。ボーティース。でもこれでドッキリが成功することは分かったし、依頼人に伝えておこう。まあ少しは楽しめたし、よしとするか。てめえ絶対許さねえからな。うん、これでカレコレ屋の名声がまた一つ上がるのじゃぞ。わしに感謝しろ。うるせえ。あのさ影、あ、勘違いして勝手に怒って本当にごめん。あー、いや別にヒサのせいじゃないからいいだろ。こっちこそ言い返して悪かった。今回は迷惑をかけてすまなかった。スマホだ影千代。サンキュー。なくしたと思って焦ったぜ。お詫びと言ってはなんだが、今晩は腕によりをかけて料理するぞ。おお、シリーの料理楽しみ。影が同棲してなくてよかったって、なんで安心してるの。別に影のことはそういうんじゃないし、彼女がいたっていいじゃん。いい
のかな。あ、どうしたしさ。別に何でもないよ。ここだぞ。マジかよ、でっけえ。興奮してきた。人がいっぱいいますね。なんだか緊張してきました。ついに私たちも初めてのポップアップストア開催だ。夏だ、海だ、クロットアニメだ。なんと俺たちのポップアップストアが開催決定だ。開催期間は8月6日金曜日から8月15日日曜日まで。開催場所は渋谷モディの7階イベントスペースです。ストアでは限定の書き下ろしイラストを使用したグッズを販売するぜ。水着姿のあ、俺たちをゲットできるぞ。何ですかその言い方は。グッズの通販も実施予定ですよ。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。がっぽり稼いで全部私の儲けにしましょう。おい、聞こえてんぞ。俺たちのキャラパネルや展示物もあるから楽しみにしてくれよな。今後のポップアップに関するお知らせはプロットストア公式ツイッターをチェックしてください。みんな遊びに来てくれ。待ってるぞ。